日本和装 I. R. ステーション。I. R. アンカーの大森幸子です。本日、第二四半期の業績予想を発表しました。売上高は二十九億円。営業利益は二億二千万円。経常利益では二億円となる見込みです。昨年の第二四半期の実績と比較しますと。売上高はほぼ同じ。 営業利益では約3倍経常利益では約4倍となる見込みです昨年は通期で赤字決算という残念な結果となりましたので今年度は V 字回復を目指し全社一丸となって取り組んでおりますこの半年で特に利益が回復していることについては今年を第二の創業期と捉え 管理面でのコスト削減はもちろん、営業面においても、教室、イベントの一つ一つを大切に、コストバランスを意識した開催が功を奏してきていると考えております。2> 第2四半期の決算単身は、7月31日に発表の予定ですが、営業の現場ではすでに次の半期がスタートしております。引き続き続 顧客参加型企業としてお客様に喜ばれることを第一にこの校長を維持してまいりたいと思います。今後の日本和装にご期待ください。それでは。